ということで始まりました、もてチャンネル。さあ、今回はですね、受けてきましたトイックですね、181回でしたっけ、はい、午後の方になりますね、今回は。10月24日のトイック公開テストの感想を述べようかなと思いますね。まあ、超大会場ですね、まあ、東京都内の中の最大規模のところになりますね。いやー、もうね、なんでここにされた、なぜ高速を使わないと、むちゃくちゃ時間がかかる会場にされたのか、よくわからない。高速で往復だけで何1万円ぐらいかなかかりましたけどなんでそんなところなの会場。いやー、もう意味がわからなかったですけど、本当に。で、行ったら今日すごかったね。やっぱり最大会場だから、まあ並んでるわけですよ、人が。もうディズニーランド、ぐる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 やって、こうやって、でもう並びたくないからって言って、もうね、外で待ってる、座って待ってる人たちいっぱいいましたね。どうせギリギリの時間帯になると減るんで、その列っていうのがね。あ、でもやっぱ超巨大会場で、超巨大部屋だったんで、もう間に合ってなかったです。だから開始時間も遅れたんで、その3時開始ですけど、3時5分開始になりましたね。でも間に合わなかったから。そうです。だってもうトイレ行けるの30分でしょ。で、35分から説明開始しますって言ってますけど、35分でまだまだバンバン入ってきてたもんね、人ね。もう全然開始されなかった。40分になってもまだ人入ってきてたし、そういう超巨大会場でした。一番、こう、バーッと列がある中の一番端っこだったんですよ。で、うわー、これ最初か最後に退出だなと思って。で、ドアは真横にもあったんですね。真横にもあるし、ただ入ってきたドアはこっち側なんですよ。自分じゃない方なんで。だから入ってきたドアから退出していったら、自分が最後。横のドアが使えたら、最初に退出だ。っていうので、うわーって思ったけど、まあまあまあ、当然私の運ですから必ず最後になるわけですね。はい、ということで退出も最後だから、生放送に間に合わせるためにまた高速道路を使って戻ってきたという感じになりますね。めちゃめちゃな赤字だ、トイックでっていう感じなんです。はい、で、皆さん見てください。今回2人掛けの席だったけど、超久しぶりにいなかったですね、隣は。だから、いわゆる1人か2人って時はギザギザに座るやつなんですけど、絶対僕2人席なんで、それはもう運で決まってるので、はい、1人席にはされないんです、私の運では。ああ、また2人席だって言ったけど、隣がいなかったんで、もう珍しいっていう感じでしたが、面白い。普段味わわなかったのは、わかんない、換気なのか、途中開けたんですよね、ドアをね。そこがちょうど僕の真横のドアだったんで、寒いの。いや、まあ途中誰かが多分寒いって苦情を出してたと思いますけど、すげえ寒くて、開けたらさ、リスニング終わったらこうやって開けて、ビュー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 で、寒って思いながら、で、面白かったですね。その別の部屋の人たちが見えた。別の部屋もドア開けてるから、で、別の部屋の人たちはこっち向いてるね、私の方向向いてるんですよ。だからなんかこっち向きの人たちの顔がこう見えたんですね。だからテスト受けてる人をこう前から見てる。そうするとやっぱ、あ、めちゃめちゃみんなマスク外すんだなっていうのはよくわかりましたけど、終日マスクをつけてください、終日かっていうアナウンスあったんですけど、ただこっちの部屋の方が早く始まってるので、5分僕なんかの部屋どうすんだろうと思ったら最後閉めましたね。でもその最後閉めたので分かりました、あ、これで5分前なんだな、もうすぐって言って、で、向こうの部屋の方のやめとか言ってるのか分かんないですけど、何かしらの放送みたいなのが始まってるんで、ああ、これで5分前なんだ。私時計持ってかないですから、時計持ってかないけど、ああ、これ5分前なんだなと思いながらね、やりました。はい、そんな感じで、非常にお金のかかった受験でした、今回は。それはベテランが多かったです。やっぱ最大会場なんで、ベテランの人が見てる。だけど、やっぱり記入忘れがいっぱいいるんで、どうしても超巨大会場だから、その人たちのせいで待たされるっていうのはね、やっぱありました。試験官全員がベテランじゃないからさ。すごいね、試験官全員に分かるように、こう、なんかボードみたいなのあったもんね、これ。はい、OK です、もう OK です、みたいな。ベテランの人たちはすごい、書き込みに注意とかしてたしね、こうやってやって。ダメダメ。はい、じゃあ、難易度どうだったかっていうのを見ていきますね。はい。パート1は、まあ普通ですかね。ただ、やっぱり、的な表現を知らない人は迷ったものも多かったと思いますね。で、これいつも言ってるんですけど、進行形なのか完了形なのかっていうのはいつもちゃんと意識しないといけないですね。やはりちょっと普通と違うな、この表現みたいなのも登場するようになってますんで、気をつけてください。今ライブ終わった後に今やってますけど、生配信やった後に喋ってるんですけど、うん、間違えてる人いましたから、やっぱり進行形と完了形は意識しましょう。まあそれでも普通かな。で、パート2はやっぱ難しいと感じる人は多いと思いますね。やっぱり変化球は難しかったと思います。自分自身も一問うってなったのがありました。ただまあ今年受けてきた中ではやや簡単な方だったんで、まあ普通としておきますね。で、パート3、4も今まで受けてきたこの中ではそんなに難しくなかったんで普通としておきます。ただ難しい問題入ってます。
やっぱこの表現知らないだろうなみたいなのはありました。そこで苦労した人は絶対いるはずですね。そして、ナレーターなんですけど、今回はなかなか面白い組み合わせでしたね。どういう組み合わせだったかっていうと、まずアメリカ人女性がいつもの人じゃなかったです。新しいアメリカ人女性です。ただ過去にも登場している女性なんですよ。そう、トイックってリサイクル問題っていうのがあるので、過去の問題と今の問題ですね、があるんですけど、その過去のリサイクル問題のとこでもそのアメリカ人女性だったんで、つまり過去にも登場してたわけです。だからリサイクル問題も今日の問題も両方ともその新アメリカ人女性でしたね。まあ感情はね、昔からいる1979年からいるあのアメリカ人女性の方がこう感情こもってて聞きやすいんですけど、ついに交代かみたいな感じね。でカナダ人男性が2人いましたね。で新しい人と前からいる人2人だったんですけど、リサイクルの方が新しい方でした。だからこのカナダ人男性クビなのかなとちょっと思ってますね。だからこの前からいるカナダ人男性を変えてこの人にしましょうって言ったけど、いややっぱり昔の人でってなってんのかなとちょっと思いましたね。まあ、この昔からいるカナダ人男性の方が感情豊かです、聞きやすい。でイギリス人が2人いましたね。リサイクルの方は昔のイギリス人で、それ以外新しい問題は新しいイギリス人女性でしたね。どっちも聞けた感じです。で、新しいイギリス人って早くて聞きづらいって言うんですけど、今日の問題はそこまでなかったですね。前回はかなり聞きづらいのあったんですけど、今回はなかったですね。結構聞きやすかった方です。あ、ただ、フォーム複数ありますからね。同じ問題を受けてると限りませんので。オーストラリア人男性は1人しかいなかった。もうこの人固定なんでしょうね。という形で、カナダとイギリスに新旧がいて、まあイギリスはもう変わるだろうな。もう確実に変わってる。っていう感じですけど、カナダは結局どっちになるんだろうっていう感じですね。アメリカ人も変わっちゃうのかどうかという感じになりますね。もしアメリカ人も変わっちゃうんだったら、新しい公式問題集ではこの新アメリカ人出してほしいんですけどね。ボリュームないんですか次は。続いてリーディングですね、パート5はまあ一応普通としておきます。自分は悩まなかったからですね。悩んだ問題が一個もなかった。ただやっぱ一般の受験生にはおいこれ何って悩む問題がいくつか入ってますね。やはり文構造をきちんと把握しなきゃいけないっていうのは言えると思いますね。やっぱ難しく作ってあるのがありますね。それがパート6についても言えます。パート6も同じように文構造が複雑にしてあって難しいっていうのがありますね。で、やっぱ引っかかってる人多かったです、ライブのコメント見てても。で他のフォーム、午前のフォームだったかな、午前のフォームでもああそういう感じで文構造をきちんと分かってないと答えが出せないっていう問題が出てました。やはり文構造ですね、構文大事になってきてるなって思いますね。もしかしたらやっぱトイックの勉強でも英文解釈、構文読解と言われるやつですけど、それの勉強必要になってきてるのかなとちょっと思いましたね。でトイックのルートの中にもちょっと構文っていうのは入らなきゃいけないかもしんないなっていうのが最近のトイックの印象です。で、パート6に関してはやや難しいかな。その構造のものもそうだったし、文脈のものも結構厄介なのが入ってたんで、ややなんでしたね。うん、やっぱパート6で心が折れましたっていうね、コメントも来てましたんで、やっぱそういう人もいるんだなっていう感想です。で、続いて、パート7は難しかったかな、ややな。いつもよりは、優しめに感じたんですよ、自分自身は。ただやっぱ難しい問題は難しい。だいぶ微妙な感じだなっていうのはありました。推測するやつとかね。照らし合わせはだいぶ慣れてるのもあるけど、簡単にいけたな、今回はっていう印象だった。時間もだいぶ余ったんで。でもやっぱ推測は、難しいなと思った。ただ今回は、回答根拠全部はっきりして選んでるんで、これかな、微妙だなっていうのはなかったんで、だからいつもよりは優しく感じたと思いますね。で、一回も消さなかったんですよ。いや、消しゴム使わないことなんてまずないんですけど、自分ミスばっかする人間なんで。いや、今回は完全に消しゴム一度も使わずにやった。だから、おお、よかったって思いましたね。消しゴムを使わないでできるんだっていうね、ちょっと自信にもつながる感じでしたね。受けた方はどう思われましたか。まあ午前と午後でねフォーム違うんですけども、はい、ぜひ感想をお聞かせください。さあ次回トイックに向けても頑張ります。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.